米朝は後回しにしている終戦宣言を持ち出した文大統領、韓米調整なかった。ムンジェイン、ムンジェイン大統領が22日、現地時間、国連総会演説で比較化の条件のない終戦宣言を提案したことを受け、米国と事前調整をしなかったことが23日、伝えられた。米国と北朝鮮が2019年2月ハノイ首脳、 会談決裂以降終戦宣言に対する関心が消えた状況で政府が1年7ヶ月ぶりに独自に終戦宣言カードを切ろうとしたわけだ。だが、この日、文大統領より先に演説を行ったドナルド・トランプ米大統領は北朝鮮問題を最初から研究さえしなかったが、韓米間にはもう一度足並みが乱れたという指摘が出ている。文大統領は、 韓国時間で23日午前2時に行われたテレビ演説で今年は朝鮮戦争が勃発して70年になる年としてもう韓半島で戦争は完全にそして永久的に収束されなければならないと話した。また韓半島、朝鮮半島の平和は北東アジアの平和を保障して世界秩序の変化に肯定的に作用するだろうとしその始まりが 韓半島の終戦宣言だと信じていると強調した。さらに、終戦宣言を通じて、和解と繁栄の時代へ前進できるように、国連と国際社会も力を合わせてほしいと訴えた。文大統領はまた、終戦宣言こそ、韓半島で非核化とともに、恒久的な平和体制の道を開く扉になるだろう、ともした。2018年国連総会演説では、 比較化に向けた果敢な措置が終戦宣言につながるだろうとしながら終戦宣言の前提条件にしていた比較化措置を今度は外した。文大統領の国連演説に対して複数の政府消息筋は文大統領の終戦宣言提案は韓米間事前調整がなかったと話した。青瓦台、チョで大統領府でも今回の提案は6月から断絶した。 南北関係の修復に向けた努力の延長線上にあり、今後具体的にどのように国際社会の支持を得られるかは、今後外交部が推進することという見方もある。外交部はこれを受け、首脳の国連総会演説文案をめぐって、米国と事前調整はしなかったと説明した。外交部関係者は、ただし、終戦宣言はその間着実に協議してきた事案なので、米国も、 我が政府の意思をよくわかっているとした。終戦宣言に核新国など北朝鮮の非核化措置が先行されなければならないという米国の従来の立場に変化があるかとの質問にもスティーブン・ビーガン国務副長官はスウェーデン・ストックホルム米朝実務交渉を含んで何度も柔軟な立場を強調してきたと答えた。終戦宣言は 文大統領の2017年7月ベルリン宣言を含んで、韓半島の平和プロセスの革新出発点だ。2018年4月第1回南北首脳会談で、文大統領は、金正恩金正恩北朝鮮国務委員長と、停戦協定65周年となることし、終戦を宣言して、停戦協定を平和協定に切り替えることを積極的に推進したいと合意した。また、 その年6月シンガポール第1回米朝首脳会談を控えて5月22日ホワイトハウスを訪問してトランプ大統領にシンガポールで韓国、北朝鮮、米国で終戦宣言をしようと提案した。だがこのような文大統領の構想はマイク・ポンペオ国務長官とジョン・ボルトン国家安保補佐官が北朝鮮の核新国を終戦宣言の条件に掲げて 失敗に終わった。ジョセフ・ダンフォード当時合同参謀議長もシンガポール会談に先立ち、いかなる終戦宣言でも法的拘束力があってはならないと反対した。金正恩委員長も第1回首脳会談の拘束措置をめぐる議論のために北朝鮮を訪問したポンペオ長官が先に核心国を求めると7月30日トランプ大統領に送った新書で 期待していた終戦宣言が外されたのは遺憾だとしてからはこれ以上終戦宣言を口にしなかった。米国との調整のない終戦宣言再推進の立場に対して専門家たちは批判的な立場が優勢だった。韓半島平和交渉本部本部長を務めたウィソン・ナクモとロシア大使は過去10年間終戦宣言は条件なしで議論してきたことだが2018年トランプ 行政不実無人が革新国という条件をつけたとしながら本当に推進しようとしたとすれば条件付きに変えられないように事前に米国を説得するべきだったと話した。微元大使は米国の立場が変わっていない状況で再び終戦宣言を回復させるためには結局この問題に再びぶつかるしかないと懸念を示した。国立外交院のユンドクミン元委員長は 終戦宣言は、ロブゲンのムヒョン政府時代、10.4南北首脳会談の共同宣言で、我々が初めて作ったアイディアだが、北朝鮮が大きな関心を示さずうやむやになったこととしながら、現在、米国の関心もなくなり北朝鮮も消極的という状況で、再び燃料を入れて火をつけたのは、ムンジェイン。ムンジェイン政府が平和体制を作るきっかけを作った。 政府というレガシー、遺産を残すためのものと見られると指摘した。住宅価格高騰で苦しむ韓国で、ムンジェインに不動産投機疑惑。韓国の近代中、キム・デジュン元大統領の三男、金ン・ヒロシケツ、キム・ホンゴルもに、民主党議員が不動産投機疑惑で党から、除名処分を受けた。不動産価格の高騰と格闘している、ムンジェイン、ムンジェイン政権と与党にとって、 金氏の問題は大きな負担になると判断したのだ。金大中元大統領の3人の息子のうち、末っ子の金博志傑、議員、56歳は、金元大統領と、力子、伊比補助士との間で生まれた、唯一の子供だ。金大中政権末期の2002年、米国留学中だった、金博志傑氏は建築商人などの名目で、 建設業者から36億ウォン余りの賄賂を受け取った容疑で拘束されたが、半年後に執行猶予で釈放された。後に、ロブゲンの無ン政権によって、社名、復権された。その後、政治的な活動がほとんどなかった、金広志決氏は、2016年に民主党に入党した。当時、近代中派閥である、 アズマバシド系が親文ン派閥との対立の末に退去離島すると、支持基盤の全羅道地域の民進を憂慮した親文勢力は、近代中元大統領の息子である、金広志決氏の入党を推進したのだ。その後、金広志決氏は2020年の総選挙で与党の比例代表候補として、電撃的に抜擢され、今年7月に国会入りした。 二世国会議員としての華々しい政治人生がスタートしたところだった。住宅価格高騰中の韓国で不動産、型保有は政治家にとって命取り。ところが、金氏は国会議員になるや、いなや、財産申告漏れ問題と不動産投機などの疑惑に巻き込まれた。急騰を続けている不動産市場や住宅価格問題は、 文在寅政権の最大の難題とされている。文政権はこれまで20回以上の政策を打ち出しながらも市場を安定させることに失敗している。その上、不動産政策の失敗がかえって、カンナムなどソウルの中心地に住宅を所有している。政権関係者たちに莫大な利益を与えているという批判も強い。そこで大統領府は今年8月、 2住宅以上を所有している大統領府の主席を全員一住宅者あるいは無住宅者に入れ替える人事を断行した。専門性や実力よりも不動産を何件保有しているかが人事の最も重要な基準になっているコメディのような人事だったが、それこそ文政権が不動産問題をどれほど深刻に受け止めているかを物語っているとも言える。そうした中で、 与党の国会議員の金広志決氏が3件の住宅を所有しているという事実が報じられ、マスコミからの非難が集中したのだ。金広志決氏が選挙候補者登録の時に公開した財産リストを見ると、朝浦区東橋道の金大中大統領の指定のほか高南に2件のマンションを保有していて、合わせてソウルにだけ3件の住宅を保有していることが分かった。 それだけではない。金広志傑氏は国会議員に当選後、高南のマンションのうち1件を売ると約束したが、こっそり息子に贈与していた。また、韓国政府は今年7月、賃借人を保護するため契約延長時の家賃引上げの上限を5%とする、要住宅賃貸借保護法を改正したのに、金広志傑氏は家賃を62%も、 引き上げていた事実も暴露された。決定的な疑惑は、金広志欠氏の財産申告内訳20億、ウォン相当のマンション分条件が漏れている点だ。ちなみに、選挙候補登録時の財産漏れは選挙法違反にあたる犯罪である。さらに、100億ウォンの資産家である、金広志欠氏が5年間の所得税として135万、ウォンを納付した事実においては、 税金漏れの疑惑も起きている。不動産問題で政権の激凛に触れた金広志決氏は、金大中元大統領によって政界に、進出した李楽淵、氏泣く四代表によって党からの除名が決定された。李代表は、金氏の除名について、残念で惨憺たる気持ちだと感想を述べたが、その後、剣氏は、無所属として、議員職が維持できる。そのため、一部からは、 尻尾切り、長産母子と告評されている。とにかく、慰安婦支援団体を通じた不正に関連し、発件もの容疑で起訴された、ンミカ議員に対しする、当職、党員検定士より、はるかに厳しい処分が下されたことから、文政権の不動産問題に対する強硬な態度が、うかがわれる。ところが、韓国政界の不動産疑惑はこれで終わらなかった。皮肉なことに、 文在寅大統領にも疑惑の目が向けられ始めたのだ。文大統領夫妻に11年の営農歴。韓国野党は最近、文在寅大統領の指定に対する投機疑惑を本格的に提起し始めた。今年4月、韓国大統領府は文在寅大統領と大統領府敬語どころが、継承南道領山市に14億7000万ウォンを かけて3860平方メートルの敷地を買い取ったと明らかにした。既存の指定は警護上の問題で大統領退任後の生活に適していないため新しい指定を建設するための敷地だと説明した。